ウィル・バイナムことウィリアム・バイナムは、アメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身のバスケットボール選手。ポジションは PG。高校卒業後、アリゾナ大学に進学。2年生終了後、ジョージア工科大学に転校した。2005年の NBA ドラフトにエントリーしたが、どのチームからも指名はされなかった。その後、ボストンセルティックスと契約するも、シーズン開幕前に解雇された。 2005から06シーズンは、バドルのロアノークダズルに所属し、その年の D リーグ新人王を受賞した。シーズン終了後、イスラエルの強豪マッカビテルアビブに移籍し、そこで2年間プレーした。2008から09シーズンから、再び NBA に戻り、デトロイトピストンズに所属し、ロドニー・スタッキーの控えとしてプレー。ピストンズ2年目を迎えた2009から10シーズンは、 平均10得点に4.5アシストを記録し、不審のチーム状態の中で存在感を見せた。2010年3月12日のワシントンウィザーズ戦では、アイザイア・トーマス以来となる1試合20アシストを記録した。183センチメートルの小柄ながら、当たりが強く、ドライブインからの攻撃を得意とする。また、ジャンプ力が非常に高く、迫力のある。 ワンハンドダンクを決めることができる。ありがとうございます。